はい、それではですね、今回は、ザ・エルダースクロールズ5世界リム、スカイリムやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ね、早速、始めていきましょう。さあ、前回はですね、デルフィンじゃない、メルセル・フレイを追い詰めるために、ナイチンゲールの一員に、まあ、なることとなったわけでして、ブリオヌフとカーリアと一緒にですね、メルセル・フレイを追い詰めるために、その現地で集合ということで、こちらですね、広大なドワーフの遺跡であり伝説のファルメルの目があるとされる、イルクンサンドへ向かっているカーリアとブリニョルフが中で待っている。ベルセル・フレイがファルメルの目を盗み、ノクターナルの不快のピックを持ってスカイリムから逃げるのを一緒に止めなければならないということで、早速ね、このイルクンサンドへ中へ入っていきまして、本日スタートしていきましょう。さあ、現在ですね、こちら着ている服装がこの、ノクターナルの、まあ正装といいますか、信者の服装ということでね。さあ、ではカーリアと話すということなので、ああもうこの辺の山賊どもは、カーリアとブリノルフが、もうやってくれてるわけですね。ああもう熟練者も楽勝に飽きますね。水上昇全部持っとくか。かなり死んでますね。従者はここにはついてこれないみたいなので、ハードワーフ、あ、痛い。まず回復回復する。召喚は呼べるんですね。しかしこの中でもやっておしまい。はい、お疲れ様でした。びっくりした、吸引をしとくからね、殴りがかかれてきましたね。で今回はこのね、2人と一緒に中を進んでいきましょうかね。スパイダー、あ、出るガーディアン、もうね、無限にこっちはね、このドレモラドート出せますから。使いますね。ファイ。いて。なんか撃たれてるよ俺。ああ後ろに今いるんだ。やっておしまい。
わしいし美味しいな。あ、戻っちゃった。そう、結構持ってんだな。これいらんな。あ、こっちの方が強いじゃん。これもするか。薬も意外とな、あるんだよな。あと本が、意外と本なんではないな。そう思った。カゴいらんでしょ。あー、ドラゴンの骨とか持ってたんか。とりあえず今はこれでいいや。あんまり無駄なものはちょっと取らないようにしましょう。うわあ、おい、じゃあ燃えるんだ。はい、いたいたいた。早い。ほほほほ。えい。次どっち？向こうか。そこどうせ出てくるんだろ？すごい。えぐいっすね。ちょっと今日どうしたのさ、そんなに超えぐいね。近くに抗いよ。相手にならん。おお、やりな今日は。難しいな。近くに抗いし、ショートカットで達人か。そこじゃなかったっけ。もっと下か。難しいぞ、達人。これ、ここ。さあ、こっから上か下かっていうことだけど、とりあえず下かな、まず。邪魔だな。ダメ。
なんで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 。微調整だな。よし。OK。うわ、いたぜ。達人オープンでございます。強いな。だから僕でしょ。よし、エイリチェンか。さ、え、イルクンさんの大洞窟へ、エイリチェンでーす。さあ、ということで、エリチェンして大洞窟まで来ましたね。こっちは行き止まり。あ、いたいたいた。久しぶり。ここにいたのは確かだわ。あまり遅れを取っていないといいんだけど。あそこの山賊どもは。ブリノルフと私が見つけた時には。ああなっていた。ああなるもんね。メルセルの仕業ね。メルセルがやったわけね。手遅れになる前に追いつかなければ。準備はできている。行こう。用心していきましょう。あいつが2つ3つ仕掛けを残していったとしても不思議じゃないわ。さあ、こっからは、カーリア・ブリノフと一緒に行くわけですけども。ああ今日は血を見ることになる。それだけは全く分かんないわけですね。ああもう罠ない。いきなり罠ですわ。ちょっとじゃあここからはまあ銃とお二人さんにまあご登場していただきましょう。いつも通りで。で、私は弓でいきます。さあレッツゴー。さあもうスパイダーもねかなりここでやられております。ブラックブライアンのリザーブロックピック。熟練者。さっき私ね、あの達人開けましたんで。よいしょ。なんで今、いや今開いたでしょ絶対。はい、わあお宝だ。イエーイ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 。あ、重くなってた。またこんな感じ。まっとくか。何がいらんのもう。もう置けるものがないんですよね。薬か。そしたら本当はこの辺ねちょっと売りたいんだけどな。てか一回家帰りゃよかったな。食い物も入れるか。本だな。あ、ガルスの余ったのとか。それで OK。 よし、待って、あれは何？ほらメルセルだわ。ほらあそこに。分かったよお嬢。どこどこどこ。くそ、通れそうにない。どこどこどこ。
あ、いた、あれか。いたいたいた。こちらをおちょくって。あ、あれか、後ろからね。挑発してる。分かってるよ。あ、ちょっとちょっとちょっと。俺たちも準備はできてる。先を急ぐぞ。よし、先へ行こう。扉開けると危ないからね、さっきみたいに。ここの広さを見てみろよ。こんな場所、今まで見たこともあるか、お嬢よ。持っているなんて言えないわ。この壁の向こうに隠された財宝のことを思えば。何をですか。ここはファルメルの家ですね。誰かいるの？どこ？下か。どうなった？すごいな、ブリオフが二刀流なんですね。悔やかれるのだ。OK。 おしまいのようね。逃げてちょ仲間あれ起きてきたか。ごめんよごめんよ。よいしょ。血を取る。あ、これ全部集まった。イエーイあー、なんとか血全部集まったわ。これで、セプティマスウンタラのところにまた行くわけですね。北のあの端っこのところが。やっぱ盗賊ギルドのねところのダンジョンだけあって、かなりこういうピッキングとか非常に。あ、来た。何？今のは何だ？レバー押すと、あれ？あれあれあれ、作動しないのかこれ。今のは何？なんだよなんだよ。ではレバー開かないのか。戦ってる？誰かいるの？隠れたところで結末を先延ばしにするだけ。どこ？俺の闇の中にいたのか。闇に食われろ。かっこいいな。カリア。ちょ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 。食われろ。めっちゃ暗いめっちゃ暗い。な、上から来る。あ、危ない。あ、危ない。みんな気をつけて、それ。あ、あ。臆病者め、勝負なさい。あ、来た。これもこれでか。Ugh!
るのだ。すごい、もうヘリがすごいわ。影に食われるよ。かっこいいなぁ、一日カワヤのセリフは。いや、魂石くれるのは非常にありがたいですね、このドワーフシリーズ。スキーバーも死んでますね。で、ここの扉ってどうやって開けるんですかというような感じなんですけど、どっかあったのか。こっから入ってきたんだよね。あーたたた、こっちのレバーが、じゃあこっちのレバーを引くと、あ、これ両方引かなきゃいけないやつ、もしかして。急げ。で、こっちを引く引く。では行くと、あ、いた、よーし、イエーイ。早くみんな来ないと閉まっちゃうよ、どこ。あ、来た来た、ちゃんと来たね。オッケーオッケー。熱っ。何、あ、トラップか、ビアトラップ。とてもないきました。上か下、上か下か、じゃあ非常に困るところだな。おしまいのようね。死ぬ貴様も死んできたか。ごちそう見つけ、いじめされるのだ。弱者め、物騒だな。近距離と遠距離だとか。貴様を倒して我が主に敬意を示すのだ。はい、何ができるか見せてみろ。すぐに死なせてあげるわ。やばいです。おしまいのようで。何ができるか見せてみろ。セットで戦闘中断するので。え、もう雷行ったの早くね。避けられるかしら。こいつはめちゃめちゃ強いな。すぐに死なせてあげるわ。これダメだな。これドレバラで行こう。でも私味がねえし。あそこにもいるのか。影に召されるのだ。貴様を倒して、おしまいのようね。示すのだ。メースの闇に飲まれるのに。なになになに、なんか揺れてる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 。なに、ないないない、なんか崩れた。大丈夫。落ちたか。こう言っちゃわかんねえんだよな。近くに抗がいし者がいる。
当たらないか。弱き者の匂いがする。よし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 。いや弓強いな、うまいな。オッケー、ナイス。どこだ。ええだ。こっち来んぞ、こっち来んぞ。何もなかったみたいね。下か。下から来てる。死の影が迫っているわ。おい。ごめんごめんごめん。本気を出してみろ。導きを。弱く。近くに抗いし者がいる。避けられるかしら。ひどい。ひどい。今日もまた生き延びました。あ、地図紙の鍵。どっかで鍵を使う場面があるのかな。行きましょう行きましょう。さっき聞いたのはこれだったのか。自分の目的としか思えないわ。メルセルの仕業に間違いない。迂回できる道を探さないといけないようね。あらの、ここ正面、あそこ行けないんだ。それがピックよ、ブリナム。持たせておいて何をするか分かったものじゃない。あの、俺がいないところで話さないでもらっていいですか。ここかな、不快の道とは。おい、おい、こんなバレバレだよな、わな。ねえぞ、宝が。秋。ちょっと。はいはい。もう、気抜いちゃダメだって、こういうとこで。ててすごいとこまた来たな、いるな、また強いんだな、ここのファルムの骨にかけて。あの化け物を見てみろ。ドワーフ百人隊長ね。ものすごくしぶとくて。あの獣を正面から叩くか、それとも潜んで避けるか、お前の判断に従おう。こぜ百人隊長、そんなのしたことないな。待って、何か聞こえるわ。遊びはこれまで。蹴りをつけましょう。はい、こっちはね、5人いるんですよ、もう。あれか、これ、センチュリアマスター。久しぶりに見たわ、超久しぶり。は
何ができるか見せてみる。あ、三つどもになってるわ。あ、戦術になったわ。死んだ。あ、スキーバーだ。これがお前の人生で最後の誤りだ。そう、見事に諦めたか。うわ、ブリノルフは回復したら戦ってるわけ。おお、トマちゃんが持ってくる。あ、グルーブルーか。魔法器使いか。あ、どうもか。痛い。あ、一撃。一撃し、まさかの。強えなここ。ほい。ほい。ほい。で、ここは何にもなかったんで、先進みます、そのまま。で、ここね、さっき引っかかったとこ。はい。よいしょ。で、ここで、先に召喚しておいて、いやー、隠密にいっちゃうよねこれね。まあ弓の突きで全く上げていないからね。これでクイックセーブしたからな。召喚します。開けます。先行きます。ショールの骨にかけて、あの化け物を見てみろ。ドワーフ百人隊長ね。ものすごい。ドワーフ百人隊長、さっき聞いたわこの話。しぶとくて手強いやつよ。あの獣を正面から叩くか、それでも潜んで避けるか。まあ俺が食らわなきゃ いけるわけだから、まあやりますよね。ドン。誰かいるの？取ってないだと。オッケー。臆病者め。で聞いてね。勝負なさい。影に召されるのだ。すぐに死なせてあげるわ。ちょっとブリアフこっちに引っ張ってこないで。ウィアフブリノルフ頑張って、ちょっとノクターナルよ、導きを。やばいって、これさっきと同じパターン。超食らうじゃん、ちょっと。何し、何しですか、ちょっとこれは。ユミこれつけるか、ついに。救助術何にもついてるんだもんな。とりあえずこれでオーバーロードだよな。いけるんだ。次80か。クリティカルショットな。これはとりあえずまだいいや。
よし、行こう。今のは何？今のは何だ？もうバレてまーす。これだけか。これどれくらい威力上がってるか。結構上がってんな。消えろ。これ味方撃つって怖いんだよな。これがお前の人生で最後の謝りだ。ノクターナルよ、導きを。すっごい邪魔なんだよね。これかーい、また。あ、なん毒で死んでんのか、もしかして。これ俺ダメダメだな。前線にちょっとたくさん人を出そう、これ。これ違うな。前線に人と人を出すパターンだ、これ。ショールの骨にかけて、あの化け物を見てみろ。ドワーフ百人隊長ね、ものさ。くしぶとくて手ごわいやつよ。あの獣を正面から叩くか、それとも潜んで避けるか、お前の判断に従おう。今のよし、これで改善だ。これで終わりだ。で、俺はここで一回こいつを目覚めさせて、三つどもえの戦いにさせるわけですね。これでいうと千秋秒マスタード水上千秋秒アポー千秋楽の、あぽー。はい、千秋楽の終了です。あの上のやつだもんな。ちょこまかとしやがって降りてくんのか。あ、こっちに進んでるわ。あら、あ、はまった。あ、はまった、はまった。うれい。あ、くそ、移動したら。ああ、もう届かんな。早いな、やっぱ一人ならな、なんとかなるんだな。いや、ありがとう、ありがとう。まだ向こうやってんな。なんか知らんが向こうやってんな。いけ、終わった。これはえぐい。これはえぐい死に方してるな、君。すごい。カーリア。カーリア、ちょっとどうしちゃったの、君。大丈夫？よし、なんとかこの辺、一掃しましたんで、先に、進んでいきましょう。何だい、危ない危ない、死ね、死ね、違う、これどう、奥っぽいけどね。
重くなっちゃった。まあ、友達です。本を捨てていきます。綺麗に落ちたな今。痛い。失礼。記憶向こうにたどり着くのか。ほらほら、敵だよ敵だよ。とりあえずここでいいのかな。僕何についてるこれクエスト。これね、これちょっと後でいこう。血は後でいきます。あ、ごめん、話飛ばしちゃった。ごめんごめんごめん。ここは奴らの巣なのね。音を立てないように動かないと余計な注意を引いてしまいそう。音を立てないように。もう いるもんだってそこに。おいで、闇の紅葉を味わわせてやるわ。はいはいはい。何にもないな。インゴットが避けられるかしら。重たいな。どうする。何捨てる。もうこれしかないな。これで相当軽くなった。ナイチンゲールには勝てないわよ。よし、さあここまで。レバーを押すと、あのプロペラが回っちゃう。戻すと止まらない。あ、止まった。アルメルだってこんな拷問道具で痛めつけられていいわけないわ。ドワーフって残酷な種族だったのね。
盗賊だ。最後の言葉、誰も存在すると思っていなかっただろうが、私は見たのだ。スノーエルフの目を。ドワーフはそれらをファルメルから奪ったつもりでいたが、彼らは騙されたのだ。密かに奴隷が作った像、その目は人の心に焼き付く。私は今でも思い出す。エスラッファは崩れ落ちるトンネルから逃げたが、目にしたものは逃れられないだろう。人々から信用されなくなり、二度とその目を見られないという思いによって正気を失うだろう。しかし私は死ぬ前にもう一度見ることができるかもしれない。もうよくわかんないですね。もうね、お前も正気を失っているわけだから。あぶな、ちちちちちちち、暑いです、暑いです。この部屋はパルメルでいっぱいね。隠れて通り抜けるから、どちらも遊びはこれまで。バレてますね、はい、蹴りをつけましょう。ここまで召されるのだ。もうやっておしまい。さあ、手前は終了。俺の刃はお前の血に植えている。弓兵が強いだろうな、やっぱな。このゲームは。あ、ガンガン奥行きますね。ええ、読み札。もう家の中まで、ね、押し入っていくっていうね、これね。もう山賊とかそういうレベルじゃない、もうね。最悪だよ、もう。家の中に押し入っていく。この先でいいのかな？ような音が聞こえるが、ここは湖の地下なのね。なるほど、湖の地下なのか。確かにジャージャー言ってる音が聞こえるね。さあ、そうそう、おう、何、ごめん、全部とか。さあ、そうそう、1時間という時間なんですが、おー、いた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 。蹴りをつけましょう。もうね、これ無視だからね。これもう無視されてるよ、もう敵に。闇に食われろ。はい、なそのセリフ、これ好きだわ。ナイチンゲールには勝てない。誰もいない、あ、いた。あー、見てきた。あー、違う、シャブラスだ。シャブラスリーパーだ。違う、シャブラスハンターとか。飛んでるけど関係ないな、もうな。あ、人がなんか来てるわ。これがお前の人生で最後の誤りだ。うん、キャー、助けてドラえもん。俺がお前の人生で毒を受けました、毒を受けました。ほら、いるよ、そこだ。え、あ、カーリアだった。カーリアだったのか。ごめんごめん。何？あ、焚き火。びっくりした。急に、あ、急についたよな、この焚き火な。めっちゃ明るいし。
子もいるぞ、下絶対。ほら、もうそこに入ってらっしゃい。ちょっと暗いんで、ね、電気つけます。あ、もう終わってんのね。ほんとあっという間だな。宝箱達人か。本日2度目の達人でございます。ポキポキですね、またね。一回もガチャガチャってなっちゃうともうダメだな、これな。ポキポキいくね。見つけてきましたよ。ちょっとほい、OK、よし。うわー、大したものねいきまーす。もうすぐそこよ。間違いないわ。準備をしておかないと。どうするか。ガルスとギルドのために。メルスリーはここにいる。気配を感じるわ。じゃあメルスリーと戦って本日は終わりにいたしましょう。で、壁の中にも何か潜んでいるかもしれない。はい、じゃあ準備な。いつも通りジュートで行こうと思います。ちょっとどれもだとあっけなく終わってしまいそうな気がするんで、ちょっと、ジュートでいきたいなと思います。で弓を構えてセーブ。よし、行きましょう。ミルクンさんの聖域。いたわ。まだこちらには気づいてない。いたブリニョルフ、扉を見張って。そうだよ、雨を取りましたね。これを誤魔化すなんて無理だ。あの岩棚を降りてちょうだい。カーリア、俺を出し抜くなんてお前には無理なんだよ。そろそろ分かってくれないか。うわ、崩れた。ブリニョルフがお前を連れてきた。風向きが変わったように、その瞬間に悟ったら最後にはお互い剣を交えることになるんじゃないか。深いのビッグ渡せ、メルセル。カーリアに何を吹き込まれたんだ。名誉ある盗賊の物語か。偽りに満ちた誓いの言葉と守られない約束の話か。ノクターナルはお前のことなどどうでもいいんだ。世界のピックやギルドのこともな。お前は信用できない。ノクターナルが導いてくれ。ノクターナルとは関係ない。個人的にはノクターナル、うん、お前は信用できない。ノクターナルが導いてくれる。もう完全にもう信者ですね。俺はこっちだ。俺は完全なる信者ではないノクターナルとは関係ない個人的な問題だ。復讐のためか。俺たちと行動を共にしたくせに何も学ばなかったのか。早く目を覚ませ。そして気づくんだ。お前は俺の同類なんだよ。嘘つきで詐欺師で泥棒だ。人のことなど構いやしないのさ。違いはこっちにまだ名誉が残っていることだ。機械のピックに対する見解が違うようだ。あれは無限の富をもたらす道具なんだぞ。あのお前は自分のくだらない主義につまずきやがった。つまずくのはお前だ。ならばもう話すことはない。
この剣に再びナイチンゲールの血を味わわせてやる。ダーリア、お前の厄介な連れを片付けたら相手してやるよ。準備運動がしたかったからだ。消えた。ブリニョルフと仲良くなれるだろうぜ。なんなんだ。自分が止められん。メルセル、この下道め。負けないでブリニョルフ。なるほど。あなたの精神を支配する気なのよ。いって。なるほど。メルセルとあれはや。あれか、ブリニョルフはカーリアに勝手に攻撃してしまう、その変なあれをつけられてるのか。行ってくれ。はい、やってほしい。まいった。ではでも弓で合戦しましょう。消えるんだけども、ジュートの形に見えていたんだ。なんて残念なやつだ。燃えてるか分かりやすいんだよな。すごいな。うそ。当たってる、当たってる。おお、そこにいる。当たってる。当たらないな、なかなか当たんないな。おや、当たってる。どこ行った？上行ったか。またくそなあ。そっち。やばい、俺も移動しないとやばいな。さあ、メルセル、ドライ。やめろ。回復する。めっちゃ回復してんだよ。そう、こっちももう一回雷弾出すか。向こう行ったり下降りたりしてくるの面倒せえな。下降りてきたところをこう狙って、ちょっとそこ被んないでください。ほらほら、いけるいけるいける。あと少し、あと少し。いった。よーしょー、俺の弓だね。とどめを刺したぜ。いけない、崩れるわ。深いのピックと目を返す。回収して、目とピック。わあ、超強そうだけど。アメジスト、あ、めっちゃ持ってるこいつ。800ゴールド、お、まあ、完全に持ってるな。あれか。そんなに持ち運ばないタイプか。さっさと脱出しましょう。はい。無理だな、お嬢。何かが扉の反対側で崩れたに違いない。あ、水が。全く動かん。別の脱出路を見つけないと。ここはじきに水でいっぱいになる。ちょ、どこ。どこ。どれ。あー、危ない。どこ。あれか、あそこか。あそこっぽいな、なんか。他に場所ないもんな。あそこ、こっちか、どっちかだろ。ちょ、どんどん水が。この、早くこの中に行きたい。いけるか。あ、いけない。ここ、あ、いけないのか、ここ。マジで？ここじゃないんだ。どこ。ちょ、待って。俺、ここでゲームオーバーか、まさか。
何、あ、なんか崩れた。あー、道できた。ここだ、ここ。おい、大丈夫か、カリア、ブリオフ浮いてるぞ、お前ら、水中で。こっちこっちこっち、おー、来た。はい、大丈夫、ブリオフ、あれ、ブリオフ金槌かな、もしかして。あー、来た。ブリオフちょっと大丈夫、水泳は苦手かな。ボンズウォーター洞窟へ。さあ、これで無事不快のピックと、ああ、ファルメルの目を回収しましたね。信じられない、これで終わったのね。25年間のルローバー、まさかジェイザルゴーバルバスソンニールが来た。あとは不快のピックを無事に持ち帰るだけよ。簡単な仕事に聞こえるが、ところがそう簡単じゃないの。不快のピックが黄昏の墓所から盗まれた時に採用聖域への通路は断たれてしまった。持ち帰るには巡礼の道を通るより他ないわ。巡礼の道、その巡礼の道を通ったことがないような口ぶりだな。ナイチンゲールのために作られたものじゃないから。あれはノクターナルに別の方法で使いたいと願うものを試すために作られたの。要するに何が待ち受けているか全くわからないってわけ。なら急いだ方がいい。ブリニョルフには盗賊ビルドに帰ってもらわないと。留守の間代わりに仕切る人がいるでしょ。それに鍵を守り通せなかった女がどの面下げてノクターナルに会えるというの。悪いけど旅の終点には一人で行ってもらうしかない。あ、俺一人か、この先は。気にするな、鍵は返してくれ。かっこいいね。墓所の中で役立つかはわからないけど、ここではもうあまり必要ないと思うから。この弓は生涯を共にしてきたようなものだけど、一度たりとも期待を裏切った試しがないわ。あなたにも同じ幸運をもたらしてくれますように。これナイチンゲールの弓ゲット、ダークネス・リターンズ。中二病か、本当に。ノクターナルは本当中二病だな、さっきから。じゃあ行くぞお前ら。本当ノクターナルは中二病の集団なんですね。ということで、本日はね、ちょっとお時間過ぎてしまいましたが、この辺で終わりにしたいなと思います。よいしょ、せっかくだからね、全員集合させとこう。ただ生活費を稼ぎたいだけだ。モーサルが支配下にあるから。さあ、ということで、なんとかですね、メルセル・フレイを倒すことができまして、不快のピックと、ファルメルの目を回収することができました。ということで、次回はその不快のピックをね、返しに行くという、ミッションということで、次回もやっていこうと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったですね、チャンネル登録やコメントお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。